岡山市のノートルダム精神女子大学2年生の片山ゆめ選手は今年7月にブラジルで開催されたデフバトミントン世界選手権に出場しユース大会の女子ダブルスで優勝その後の選手権大会では混合団体戦で準優勝するなど金、銀、銅3つのメダルを獲得しました。岡山市ひとみきぬえスポーツ憲章は 岡山市出身で日本人女性初のオリンピックメダリスト、ひとみ絹枝にちなみ2001年に設けられたもので特別スポーツ栄誉賞の受賞は片山選手で90人目です授与式は今月19日に岡山市役所で行われます。